島切り型巡視艇は海上保安庁の巡視艇の選球。区分上は PC 型、交渉線形は23メートル型。本型では昭和45年度計画で建造された式並み型より一段上の単行性と高速性の両立を求められたことから23メートル型巡視艇建造基本計画検討。 委員会が設置されて、関係各所から意見を聴取して、基本計画が作成された。この結果、昭和52年度計画で建造された30メートル型 PC がタイプシップとされることになった。ボツ部線形はディープ V 型、船出はアルミニウム合金と、いずれも式並型、村雲型と同様の手法が踏襲されたが、本型では開保選定としては、 初めて全員溶接構造が採用された。主機関としては、V 型12気筒のムツ 12V396TB93 ディーゼルエンジンが搭載された。推進機は固定ピッチプロペラである。電源は、交流 220V、出力2 9馬であった。主配電盤には自動化装置が組み込まれている。なお、3番艇早切りは、竣工当初は、 文字海上保安部に配属されていたために 13mm 炭素基準を備えていたが、1993年3月9日に下田海上保安部に配属変更されるのに伴って撤去されている。絵配属が絵されている巡視艇の鮮明は随時解明されることがある。ありがとうございます。